ミは日本の女優、タレントである、東京都出身。サンミュージックプロダクションに30年所属していたが、2021年11月に退所し、独立。2021年12月1日からはマネージャーと設立した個人事務所イミリミに所属。足立ゆ里は実母。足立哲郎は実刑。足立大はイフテ帝。夫は、 カメラマンの桑島と知ってる。2歳児に子育て雑誌でモデルデビューし、後に子役として CM などで活躍した。子役としてデビューしているため、同年代の芸能人と比較して非常に芸歴が長い。本人曰く、うっちゃんなんちゃん TM ネットワークは同期である。子役時代初期は東京児童劇団スペースクラフトジュニアに所属していた。 1991年、テレビ CM、ハウス食品、工房で注目を集め、具が大きいのフレーズは、流行語にもなった。以後、女優としての道を歩む。1993年、レックス恐竜物語で、映画デビュー。初映画にして、主演を務める。1994年、テレビドラマ、家なき子で、主人公の相沢鈴役を演じ、 12歳とは思えない演技力で一躍脚光を浴びる。同作品は最高視聴率37.2%を記録し、鈴のセリフである、同情するなら金をくれは、新語、流行語大賞にも選ばれるなど社会現象となった。2005年9月14日、自身の24歳の誕生日にスピードワゴンの糸だ、純と結婚。都内のホテルで、 結婚会見を行い、妊娠2ヶ月であることも発表した。二人は、同年4月下旬に知り合ったという。2005年11月13日に、都内の教会で、結婚式を挙行した。2005年12月上旬から産休に入り、2006年4月に、第一子となる女児を出産、同年6月から仕事復帰している。2009年1月8日、イットだと離婚。 翌日に、双方の所属事務所が発表した。長女の親権はあだが持ち、糸だが、養育費を支払うことで合意した。遺写料はない。2014年11月13日、カメラマンの桑島としてると再婚。同年、花酔い道中で20年ぶりに映画主演を果たした。2016年2月24日、第2子妊娠を発表。 7月29日に男児出産をブログで報告。同年10月4日から仕事を復帰している。2020年12月アパレルブランドトリコプロデュース新作コレクションを発表した。2021年10月4日11月末をもって所属するサンミュージックを退社することを発表。290人が投票に参加した。 人年齢より若く見える女優、ランキングでは、深田京子や石田ゆり子らを抑え1位を獲得した。太字表記は、主演作品、足立弓役、その他多数1994年、ソロシングルデュエットシングルオリジナルアルバムベストアルバム。ありがとうございます。